こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、柿遥さんお疲れ様でした。2021年6月30日,6月30日水曜日、この時間は私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。ちょっと噛んじゃったんですけど。あの、新内さんが、あの、一個前のラ,ラ,ラジオで本の宣伝していただいてね。で その後だよね。ちょっと気になるのね。今日、テレビ東京で、テレビ東京音楽祭上がったんだよ。で、新さんが僕を探したんだけど、お見かけできなかったって言ったんだけど、二つあって、いるわけがないっての。やめたから。<laughs> <laughs> 俺ね、これはいるわけないじゃん。いるわけないのよ。俺はテレビ東京やめたんだから。それともう一つね。 これは言うかどうか悩んでんだけど、探したわけないって。<laughs> これは嘘だよ、しぐいさん。適当、適当な発言をした。わーってなって。探したんですけどって言って絶対埋めたに違いないからな、これは。<laughs> これは真偽真偽ですよね、これは。<laughs> だって、あの、大音楽特番だから、 そんな日も一1ミリもなかったからね、リハから本番まで。<laughs> いやいや、別にあの、あの、ありがたいな、今日はありがたい気持ちでいっぱいなんだけど、これだけ、これだけはちょっとね、言う、言,の言うのを我慢できなかったんだよね。<laughs> ああ、いや、そうだな。ちょっといつか、こっちに来てもらうかしたいな、<ー>星友さんとは。<laughs> あの、2021年の上半期が終了しまして、 リスナーの皆さんどんな上半期でしたこれ。あの、上半期何があったかって、いろんなニュースとか映画とかやってんじゃん、ベスト10とかね。それで、何があったかなというと、俺ダントツで脱サラだよね。それはね、もちろんね。会社辞めてんだから。俺、テレビ東京退社してフリーランスになって、まあ、上半期どころか、この人生のターニングポイントだよ、もう本当に。新しいことばっかりだし。それで、未だに、 あとね、未だにね、テレ東からね、社内の謎の相談事されること多いんで、逆にね、テレ東やめてから、みんな関係ないやっていう、利害関係がまずないし、から、先輩後輩、なんて言うと上司、問わず、佐後はこれどう思うみたいな。そういう相談を普通にされるっていう、結構役員クラスとかからも、佐後はこれ、人事こうしたんだけど。 っていう相談が一個だけあったからね。あの、いや別に俺に人事権があるんじゃなくて、こうなったんだけど、お前どう思うって。<笑><笑>うん。いや、俺は雇われる身ですからね。っていう <laughs> スタンスなんだけど、あと後輩たちからもガンガン普通に相談されるっていうのがあるな。うん。で、あと何があったかなと思って、佐久間のトピックス、僕のトピックスね。そういえば今日、行ったんです、昼に。あの、月に一回行くんだけど、 睡眠時無呼吸症候群の c p a p のやつって、月に一回行かなきゃいけないのよ、ね。保健診療だから。で、なんかちゃんと使えてるかとか無呼吸とかのデータ見せるんだけど、これみんなやってる時、矢作さんとか劇団ひとりとかやってんだけど、その時に、あれ、佐久間さん、この3ヶ月で3キロ痩せてますよって言われて。これ間違いなく、健康チャンスのおかげじゃない <laughs> ちゃんと結果出てんだけど、俺、あの <laughs>、健康チャンスの結果が、健康チャンスは、あの、トップ、 何こうタイアップ企画が始まってから3キロ痩せてんだけど、俺。<laughs> それ以外何にもやってないもんだって。だほんのちょっと歩ってる感じがしたから、福田から見て全く変わんない <laughs> <laughs> どうなんだろう。いや、これこう、言われたんだって、今日本当に体重計で乗ったら、言われたからね。あれって血圧と体重計とか測んない。定期的にね。c p ッ p のやつって。<laughs> だったんだけど、っていうのがあったな。それがもしかしたらこの上半期、実は痩せ、 痩せ、実は痩せたっていうね。何も言われないけど。まあ、あとあれかな。えっ、ー、と、エンタメエンタメで、今年、上半期は、まあ、シン・エヴァンゲリオンが終わったのもか、もうすごいグッときた出来事だけど、ナンバーワンの映画難しいな。ナンバーワンの映画は、見たか本数は少ないけど、でもね、ネットフリックスのね、ミッチェルけどマシンの反乱っていう、 アニメ映画があって、それが今年だったら、上半期は一番いいかもしれない。それおすすめですよ、本当に。ここでも話したよね。あのー、スパイダーバースとか作ってるスタッフが作ってる映画、映画で。うん。それもすごい良かった。あとドラマは大豆田東和も良かったですね。うん。すごい良かったと思います。それとニュースで言うと、 あの、ちょっとしたこれ気になる人か気になる人いるかもしれないけど、新幹線の公衆電話が昨日でなくなった。630でなくなったんだよね。7月1日から、もう新幹線の、えっと、公衆電話なくなったらしくて、56年前に始まった新幹線の公衆電話が、すべての新幹線にあったけど、JR5 社が30日で終了したって。これ、俺実はさ、使ったことなくて、新幹線の公衆電話は。使ったことあるのでってどのぐらいの年代なんだろうなぁ。 新幹線で、もう、だから大学2年の時、95年の時に携帯電話買ったんだよね、多分。で、それから AD になってからじゃ新幹線乗るのって。だから、その時はもう、携帯使ってたけど、なかなか通じない時期はあったんだけど、その時はもう、新幹線乗ってる時は電話諦めてたような気がするんだよな。で、えー、いつまにか Wi-Fi 通じるようになってたから、それからもう普通に新幹線の中で作業してたから、なんだろうな。 公衆電話は明確に覚えてるのよ。最後使った日が。それはもう2011年の311の日で。それ以来使ってないと思う。あの、安藤筆ん俺、神保町にいたんだけど、神保町にいて、小学館にいたのね。小学館でピラミキー乗って子供番組やってて。で、その時のコロコロと打ち合わせしてて、コロコロ編集部にいたんだけど。で、その後揺れて、で、外に出て。やっぱ家族が心配じゃん。俺、実家福島だから。あ、新内さんだ。<laughs> <laughs> 本を持って謝罪をしている新内さんが探してないでしょ探しました。絶対嘘だよ <laughs>。絶対嘘だよ <laughs>。テレビ東京で探すことないでしょ俺のことを。ちょっと首を振り、それはもう探してるんじゃないの。それはちょっと首を振っただけ。あのー、バスケでパスの相手を探してるぐらいの首の動きだから <laughs>。 いや、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、新さんがわざわざ、ブースの近くまで来てくれて、本を持って、探しましたって言いに来たんですけど。<laughs> <laughs> あの、そうそうそう。その、えっと、公衆電話の時で、は、震災の時に、えっと、コロコロ編集部で外に出てさ、俺実家福島でいわき市だから、心配じゃん。で、電話、どうなってるかわかんない。その時に、携帯電話全く繋がんなくなっちゃって、で、人望町の公衆電話に並んで、で、 三番目に電話して、おふくろに繋がって、私は大丈夫って言ったのを、が、最後だから、それを明確に覚えてんだよね。多分、そういう人多分多いと思うよ。その後さ、電話が繋がんないほどってなかなかなかったじゃない。だからそれが最後だと思うんだよね。で、多分うちの娘中3だけど多分、公衆電話使えないと思うね。公衆電話って若いリスナーとかも使えないんじゃないあれ、み、さあ、 受話器を取って、だ受話器を取る前に、まず小銭を電話の上に置くんだよね。<laughs> 10円を3、4枚置いて、で、受話器取って1個入れて、喋ってる途中にずらして入れてこないよ。素人はやっぱ財布からもう1回取り出さなきゃいけなくなるとすぐ1分経っちゃうから。右で <laughs> <laughs> やっちゃうから。<laughs> だらそれができんのは多分40代ぐらいまでだと思うんだよな。10円で1分だったはずよ。100、そうそう、多分。うん。その料金変わってんのかな、もしかしたら。 でも10円1分だったと思うけどな。で、10、0円だとお釣りが出てくるんじゃなっあ、違うかな。100円だとお釣り出てこないんだよね。だから、ある程度の長い時間行くって思った時は100円入れられないわけよ。<laughs> <laughs> っていう感じなのよ。それで、俺たちの頃は、大学の頃は、チケットは自宅よりの電話より公衆電話の方が取りやすいって噂があって、俺チケットとか買う時に、やっぱまた携帯電話弱かったから、 自宅の電話より公衆電話に行って、プレイガイド電話してたんだけど、で、それよりももっと、あ、これ知らない人いるか。昔ね、チケットは電話で取るって文化があったのよ。ネットが広まるまでは。<laughs> プレイガイドに電話して、チケットピアノのところとかに電話して、それで予約番号をもらうって時期があって、それはだからネットが広まるまでだから、もう、つい15年ぐらいまであったんじゃないで、俺は、 ガチ勢だったから、チケットガチ勢だったから、チケットガチ勢はプレイガイドの前に並ぶのね。電話は不安定だから。で、プレイガイドの前で徹夜して、そうするとプレイガイドの前のオペレーターにやってもらえるじゃん。で、結局オペレーターに繋ぐまでの勝負だから。で、高田の馬場のチケット、プレイガイドに並ぶんだけど、ビッグボックスのところの。でもそこに並ぶんだけど、行った時にもう3人か4人並んでると、もうこれは5分かかるから、人気チケットクラスだともう無理だから、 友達同士で連絡取り合って、どこのプレイガイドが誰もいないかっつって東京の派手のプレイガイドの前に並ぶんだよね。要は、どこのプレイガイドでもいいわけよ。そこに市場に行きたいから。で、オペレーターさんにやってもらいたいからってなって、それで結局本当に欲しいチケットは、半蔵門のチケットピア本社前に徹夜すんの。それなんでかというと、ピア本社はやっぱ総本山だから、オペレーターが4人いるんだよね。<laughs> だから4人同時に処理できるのと、あと都市伝説的に、ピアは一番優秀なオペレーターを本社に揃えてるって。<laughs> 俺たちが信じてた時期があって。だけどオペレーターが早いといいから、でも絶対にピアの本社の前に、あの、優秀なやつがいるはずだっていう風になって、 勝手な俺たちのイメージね。各プレイド、ガイドから勝ち残った、そのプレイガイドリーグの中で <laughs> 勝ち残った人が、そのピア本社の <laughs> プレイガイド全国をこう束ねてる奴らがいるっていうイメージだったから、俺たちは本当に欲しいチケットだから大学時代だったら三谷幸喜さんの舞台とか、瞬殺だから、そのやつとかはチケットピアの本社前に並ぶんだよね。で、えっ、ー、と、一時期徹夜がね、 今の出待ちがダメなように、ラジオの出待ちがダメなように、徹夜が禁じられた時は、みんな、でもチケット欲しいから、終電で行って、あの、ちっちゃい椅子とかだけ置いて、で、それはもうガチ勢だけの、あの、あの騒がなきゃいないんだよ。置いて、で、カラオケボックスに行って、で、始発で来たふりして入ってくるんだけど、<laughs> で、並んで、そのマーキング通りみんなで並んで、行くっていう。で、俺一回だけね、なんかわかんないんだけど、 ピアの、これ、俺の記憶は、ま、間違ってないけど、ピアの本社に、みんなで並んでミタさんの舞台を取りに行こうと思った時に、なんで研修のオペレーターみたいな人になった、当たった時、時があって、本社だから逆に研修もあったんだよ。めちゃくちゃ下手なオペレーターさんで戸惑ってる間に、チケットが売り切れていったっていう。だその時のその、がっかりかな。うん。っていう、ぐらい、チケットガチ勢だったから。<laughs> っていう文化があって、今はネットじゃない。だからもしかするとどんどん変わっていくのかね、これからもねっていうふうに思いながら、時代に取り残されないように、下半期もね、新しいものを吸収していこうと思います。えー、それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。えー、あのですね、あの、どうでもいいニュースの一個なんですけど、 俺、原口明まさんについにモノマネされたっていう。<laughs> <laughs> これね、知ってる人あんまりいないんだけど、俺も、あの、と、友達から送られてきたんだけど、なんか、原口明まさんの YouTube で、あの、初見のモノマネをやってみるっていう YouTube やってて、それでスタッフが急に出すんだ。名前を出して。この人やってください、みたいな。で、それで、あの、知らない名前を出して、それでやってみて、あの、見てる人が当てるみたいな感じのやつだったんだけど、あれと思って。 これ俺のオープニングトークだなっていうのを始めてて <laughs>。で、正直ね、あのー、俺はね、全然似てないと思うんだけど <laughs>。<laughs> <laughs> 原口さんもさすがに苦戦してたけどね <laughs>。 友達うん、でも徐々にね、笑い方とかすぐ合わせてってっていう。それにしてもどういうチョイスなんだろうなって。原口さんってさ、あんだけレパートリーがある中、俺をチャレンジするって、マジですごいよなと思って。いや、ノマネされたらね、これはね、売れた証拠ですから、これ。売れた証拠ってなんだよって。<laughs> っていう上半期のビッグトピックの一つ、一つなんですけどね、これね。あと、えー、昨日、ついに番組本が発売となりまして。 で、普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになるっていう、佐久間信之のオールナイト日本020192021いうことで、おかげさまで発売前重版したらしく。 えー、もう2冊に行ってるということと、今日アマゾンの演劇のランキングで2位っていう <laughs>。え、これ、演劇のランキングなのっていう <laughs>。よくわかんないランキングで2位になったっていう。あ、ちょっとなんかメールが来てます。ラジオネーム真夜中の夢食い。書籍出版おめでとうございます。今日楽天で佐久間さんの書籍を買おうと思ってサイトを開いたら、佐久間さんの書籍が運輸交通通信部門のカテゴリーで1位でした <laughs>。これはエンタメ部,部門だと、競合が多いからゆえの戦略 でしょうかいや、違うから、これ <laughs>。そんなあの、このジャンルで1位狙おうっていうことじゃないんだけど、なんかね、なんか多分、カテゴリーが難しいんだろうね。サラリーマンの本だし、ラジオパーソナリティだしっていうので、サブカルチャーの分野だったりもするしっていうので、結局それで、あの、ま、でもおかげで好評で、多分ね、みんなね、買ってから気づくと思うんだよね。 思ってたのを3倍厚いってみんなに言われる。<laughs> これめちゃくちゃ厚いのよ。2.5センチぐらいあんだよ、これ。本がね。あ、なんかメールが来てる。えー、東京都ラジオネーム不気味な天使昨日学校の帰りに本屋でフラゲしてきました。セーラー服を着ている私に、こちらでよろしいですかと、レジで店員さんが表紙を開いて、のぶさ390のサインを見せてくれたときは、<laughs> ものすごく恥ずかしかったです。<laughs> 小さく頷いたら、すぐにカバーをかけてくれました。<laughs> エロ本の、エロ漫画の扱いだよ、それ <laughs>。これサイン入りも出てんのよね。でね、これサイン入りと、だって俺さ、今日も書いたんだけど、結局この2週間で、俺何冊サイン書いたか知ってる ?650 冊よ <laughs>。マジで不走者が腕ぶっ壊れるぐらい書かせるんだけど、で書いたんだけど、それで、 あのー、書、書店にさ、ちっちゃい、よろしくお願いしますみたいな漫画家さんが書いてるメッセージもあるじゃん。あれも、先週末急に、100枚ぐらい、送られてきて家に。で、書いてくださいって言って。この書店だけは生入りでお願いしますって言われて、書いたんだけど、だから生入りのやつは絶対に置くわけじゃん。置いてくれるわけだから、最初に書いた方がいいかなと思ったら、俺全部、裏に書いてて。<laughs> で、裏に書いて、もう <laughs>、あの <laughs>、そんなの後気づいて。 じゃん、表に書いたんだけど、だから名前を書かなきゃいけない書店のものは全部裏であるから、その、なんだろうな、あの、高田馬の場の書店とかそういうのとか、いろいろ全部裏にあるんだけど、<laughs> <laughs> だからあの、これを勝手に書店の人がツイートしたときに、 あの、いい方に解釈してくれて、これは裏方っていうメッセージなんじゃないかって言って、勝手にいろんな人たちが、俺のミスをいい方に解釈してくれて、これは裏方だから、佐久間さんは表に書かなかったんだってって、さすがみたいにツイートしてたから、もうね、それです。<laughs> <laughs> もうそれだって思ってもらうしかないんだけど、本当は単純なミスなんだけど、もうそう思ってくれてるみたいだから店員さんたちが、だから裏方っていうメッセージだっていうふうに思ってほしいんですよ。それでね、ちょっと聞いてほしい話が一個あって、あの、さっき、一時間前かな、まあ俺のやつの打ち合わせしてて、打ち合わせしようかぐらいの時だよね、の時に、なんか急に、うちの番組のさ、AD の菊田がさ、普通に入ってきて、 いや、ディレクターとね、福田と広ロで打ち合わせしていて、サイトと、4人で入ってきたから、え、どうしたんだろうと思ったら、本持って、あの、サインしてもらっていいですかつって。サ <laughs>、サインしてもらっていいですかって言われて。で、俺ね、あの、おおって言ってサインして、で、そのまま返したんだけど、その後スタッフが、あ、福田に言われたんだけど、いや、スタッフがサインもらってく、こサインくださいって言ってくる AD も AD だし、 書くあんたもあんただよ。<laughs> <laughs> いや、な、違う違う。これ俺の心情説明させて。あのね、普通に書いたんだけど、まあ、それは一個は、今日もう400冊ぐらい書いたから、書くのが普通になっちゃってて、ちょっと、まひってたのはまひってたんだけど、俺も驚いたのよ。AD が始まる前に、ブースでお願いするんじゃなくて、その前の打ち合わせのところでわざわざ来て、持ってきて、 AD だよ。ずっと一緒にやってんだよ。で、ソインくださいって言うから、俺、てっきりね、誰か友達に頼まれたとか、そういうんだと思ったのよ。だから、俺聞いたじゃん。あれ、アて名どうするって言ったのは菊田でお願いします。<laughs> <laughs> 俺、心の中で、お前かいっていうあの。ちょっともう、マジでびっくりしたんだけど。<laughs> いや、番組の AD がさ、 自分の名前でサインくださいって、急にお願いしてくるのもそうだし、まだね、乃木坂とかだったらわかる。俺がね、乃木坂とか、まあなんだったらね、それは星野さんとか、ね、だったらわかるけど、俺だよ別に、いつでもいいじゃんっていうのがあって、それをびっくりしたんだけど、その話を福田とか広ロに言ったら、佐久間さん、あの、これ言ってなかったですけど、つって。 先週からあいつもらおうとしてたんですよ。つって。<laughs> え、どういうことって言ったら、先週から、俺は佐久間さんにサインもらうんだよって、<laughs> みんなに言ってたらしくって。<laughs> で、俺ラジオ終わった後、あの、出てこうとしたら、あの、菊田は、本とマッキー持って立ってたんでしょ <laughs> だったんだけど、俺が別の荷物があって、荷物を入れる袋が必要だったから、あの、菊田が走って持ってきてくれて、俺その袋持ったら両手塞がったんだよね。で、菊田は諦めたんだよね。 で、もらえなかったって一週間言ってて、で、今日もそうなるかもしれないから、始まる前にもらおうっていう <laughs>。でさ、あの、ツイートね、あの、番組のツイートちょっと見てほしいんだけど、一週間前の俺の、あの、放送終了後のツイートに写真載ってんだよね。俺本持ってて、あの、本が出ますっていう。その後ろの奥見てほしいんだよ。調べたら出てくるから。 あの、マッキーとさ、あの本を持って、俺を待ち構える菊田が、<laughs> 後ろに映って一週間前の、今日発見したんだけど、<laughs> 俺が本を持ってる本の手元あたりをズームしてもらうと、菊田がブースの後ろで、マッキーとあれを持って俺にサイン書いてもらおうと思って待ってる。<laughs> いや、マジでね、<laughs> あの、プロ意識めちゃくちゃ低いからな。<laughs> <laughs> 出待ち、出待ち、入り待ちをね、<laughs> AD がするっていう <laughs>。いや、めちゃくちゃ面白かったな <laughs> まあまあまあ、でもその、はい。あのー、普通にね、これ売って、あのー、今販売中ですから、ぜひ、あのー、買っていただければなんっていうふうに思います。それとそうだ今日今日森くさんと話したいことあって、あちこち大通りに星野源さん出たんですよ。で、ね、あの、今のツイートとかにトレンドにも載ってるから、あれかもしんないけど、 そうそうそう。それでね、あのー、終わって、結構、俺感動するぐらい、まあ見てくれた人はわかると思うんだけど、いろんな話を明け付けにしてくれて。で、オード若林くんのことも、本当になんか若林くんと、あのー、星野さんが10年来の付き合いだったんだけど、その中での、なんか、お互いに支えてって、 来てた話とか、そういうのってなかなか出ない話なんだけど、しっかり言ってくれて結構なマジで神回になったなぁなんて思ったんだけど、これやっぱだから、俺たちね、あのー、星野さんも昨日のラジオで言ってたけど、普通に本当に楽屋に行って、星野さんに、そこに楽屋に行って、あの、えっと、若林がいろいろ聞いてきます。フリートークなんで、あのー、大丈夫だと思うんでって言って <laughs>、帰ってくっていう、まあ、いつものスタイルで打ち合わせして、そしたら、まあ、あちこちホテルの台本って、台本は一応あるの。それだ何が台本かっていうと、 えっと、実は何も、あの、大事なことは書いてなくて、スタッフから若林くんにこういう質問もありますかねっていう質問はだけ書いて、スタッフ若林くん用に見せてで、若林くんはその中からチョイスするときもたまにあるし、ほとんど自分で考えてくんだけど、っていう、うん、感じの台本だから、だから一行も、あの、星野さんに見せた台本も全く役に立たないんだけど、まあそれでもほんと自由にこう喋ってくれてさ、やっぱ感動したのはさ、 あのー、結婚生活の話をしてくれたのね。で、その時に、見た人は気づくと思うんだけど、若林くんは、まあ、いろいろ気を使いつつ喋るから、で、さらっと生活の変化、どうですか一緒に暮らすようになってって言ったと、えっ、ー、と、荒垣さんの名前出さなかったのね。だからまあ、多分気を使ってたけど、で、奥様って言ったんだけど、その奥様って振ったのを、若林くんその、なんか気の使い方も感動したし、それを受けて星野さんが、 あの、ゆいちゃんって言いなしたのも、<laughs> あの、<laughs> うん。まあ、奥様って言葉じゃなくて、ちゃんとパートナーとして、ゆいちゃんって言いなしたのも、すげえ感動して、俺そこ地味にめちゃくちゃ感動したんだよね。それと、あの、まあ、これはいいでしょう。自分、自分のことを褒めていいでしょう。それにテロップ入れなかった俺。まあ入れなかった俺っていうか、もともとディレクターが入れてこなかったから、うちのスタッフが優秀なんだけど、あのー、そこの部分とかを、ことさら立てないで、 あの、編集してきたんで。もともとディレクターがそういう風にしてきてくれたから、わか、いいじゃんっていうなって感じで、なったんだけど。<laughs> うん。って、今言うって。<laughs> <laughs> そう。うん、<laughs> 褒めた、褒められたいから <laughs>。<laughs> でもね、本当にね、いい回だったです。いい、いい回だったんですよ。あのー、全、 具体的にね、あ、もちろんね、編集でどうしても入れたかったんだけど、入んなかった回が、ところもちょっとあって、それはね、いつか、まあ、許してもらえるんだとどうか見公開とか出したいなとは思って、松重さんと星野さんの友情の話とかすごい素晴らしかったんで、それとかも入れなかったなっていうふうには思うのと、あとは、オードリーのラジオでも話してくれてたけど、久美さんと電話できるようにしてたの。<laughs> あの、実は。あの、あちこちオードリーのところで。それはなんでかってと、あの、 オールナイトでファミリーソングクミさん歌って、その後星野さんがそれ聞いたって聞いてたから、もしかしたら流れとして、あの電話する機会とかあるかなと思って、事務所に、そうなった場合はいいですかって言ってて、あ、それ全然いいですよっていうふうに言われたから、普通ってスタジオって電話引いとかないと繋がんないから、電話だけ引いといたのよ。正確に言うとね。だからクミさんには繋いでないの。なんだけどクミさんは多分来るかもと思って、 つながってたんだもんね。<laughs> で、は <laughs> っていう状態だったんで、若林は、と、にや、それ、あの、楽屋で、もう、そんな話になったら、電話ができるようにはなってるって言ったんだけど、あの、その時点で若林くんは、あの、かけないって決めちたみたいだけど、<laughs> で、その一連のやりとりね、久美さんに電話かけるかかけないかの状態もひっくるめて、えー、かは放送も、放送が終わる。 っていうか、収録が終わるまで知らなかったっていう。<laughs> <laughs> だから、かすがに言ってないんだよね <laughs>。っていう状態だったんだよね。でもまあ、あのー、電話かける人もなかったというか、うん。まあ、放送見てもらえれば、すごい良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから、あのー、それとね、だからね、まあ、星野さんの会も素晴らしいんだけど、その翌週の来週なんだけど、中山秀幸さん来るんだけど、中山秀ちゃんがね、ほんと、信じられないぐらい面白いから、それもぜひ見てほしいですね。 80年代、90年代の中山さんの、あの、古墳奮闘ぶり、吉本の中での、<laughs> <laughs> マジで孤独なファイターみたいな、それもね、すげえ面白いんでね、ぜひ、聞いてほしいなーなんて、見てほしいなーなんていうふうに思いますね。えー、さあ、メールを募集しましょう。今日は、上半期の印象的だったエンタメを送ってもらいましょう。この映画がすごかったとか、この本、漫画、テレビなどなどです。佐久間です。この時間は佐久間の病のオールナイト日本ゼロをお送りしています。 あの CM 中にまたね、その AD の菊田の件についてちょっと発覚したんだよ。そのサイン問題について。なんか、福田かな言ったんだって。お前、その、AD がね、パーソナリティにサインもらってんじゃないよっていう風に、まあ、冗談交じりのちょい注意ぐらいの。そしたら菊田ね、福田に、大丈夫っす俺、須田さんのところには絶対もらわないっすってなって。<laughs> それどっち,どっちそれ舐めてんのか俺を舐めてんのか好きなのか <laughs> 須田さんのとこには絶対もらわない。それさ、結局さ、ちゃんとしてるパズルティにはもらわないっすっていう <laughs> <laughs> ってことじゃん、それはもう。もしくは事務所が入ってる人にはもらわないっすっていう <laughs> 須田さんのオールナイトの AD も聞くとやってんのよ。で、須田さんには絶対もらわないんだろうん <laughs> じゃねえんだよ <laughs> どう。どういうことなんだよ。えー、東京都ラジオネームジャイアント厚彦。 佐久間さん、AD 菊田さんには絶対逆らわない方がいいです。彼は砂正彦にもビビらない強心臓の持ち主な上、アメフトのガチ経験者なので、自分に都合が悪いことがあると悪質タックルを仕掛けてきす。<laughs> マジ、超怖えじゃん。<laughs> サイン、じゃあサイン断らなきゃ、断らなきゃよかったな。危ないな。ああ、はい、本気でタックルしたら砂殺せるって言ってた。<laughs> <laughs> 放送中にあ放送に 恐ろしいなじゃあ、俺なんてもうおじさんだから一発やられるからな、首気をつけねえと。絶対サイン書いといておよかった <laughs> え続きまして。ラジオネーム、たたたのた。佐久間さんの思い出のチケットピアですが、本日6月いっぱいをもって店舗運営が終了しました。ええー。佐久間さんのように店舗で買う人が減ったのが要因のようで、俺もう最近買ってねえからな。最近まで、最近までチケット並んで買ってる人の扱いだけどさ。<laughs> ああ、でもそうなんだ。じゃあ公衆電話も終わり、チケットピアの店舗運,運営も終わるってことねあ。すごいね。結構時代が変わるね。ね、昔のアナログなものがどんどん変わってくんだね。へえ。なるほど。あのー、先週から今週かけて本当にね、俺はち,ち,ちっちゃい事件しか起きてないんだけど、あの、一個ね、あのー、これ、ん ちょっと恥ずかしいっていうぐらいの話がまず一個あって、その日曜にあのお芝居見に行ったの。お芝居見に行って、それがね、あの、ロロっていう劇団があって、で、それの五つシリーズって高校生もののシリーズで、高校演劇のフォーマットであるシリーズで、それの,あの連作で、あの、毎年一本とか、2年にくらい1本やってたのが、そのシリーズがついに完結するつ、 なんか2015年ぐらいからやってるやつが完結するっていうのは10作目で完結するっていうから、あ、それは絶対このご時世でも見に行きたいなと思ってて。で、えー、吉祥寺だったの。吉祥寺の吉祥寺シアターってとこだったから、そこに日曜に行ったのよ。スケジュール開けて。で、行って、で、あのー、本当に差し入れ買ったらギリギリになっちゃってで、あの、差し、 本当にギリギリだったの。1時に始まると、ね、12時59分くらいに劇場に行くみたいな感じだったから、えっ、ー、と、差し入れそのまま渡して、で、入っていったらもう暗転してる状態のところにガタガタガタって入っていったのね。だから本当に最後にお客さんみたいな。で、入って、で、えー、そのままお芝居見て、で、それって高校生のフォーマットで結構笑えたりもするから、普通にゲラゲラ笑いながら見てて、で、面白いなと思って最後、 結構いい、あのー、まだチケット発売中なら興味ある人いってほしいんだけど、それで、あのー、終わり方も結構しんみりしてて、あ、いいもん見たなと思って、で、えー、その後すぐ仕事だったから、あのー、客電が明るくなるぐらいの時にもう真っ先に出、出、出、出たのね。で、出たら、だから最後の客で最後に入って最初に出るぐらいの感じで出たのね。そしたら、もう廊下に、あの、すぐ俺と並走するぐらいの感じで、お客さんが来て、 佐久間さんですよねって言われて、声かけられた。で、あのー、って言われて、あれって思って。だって俺さ、最後に入って、で、最初に出たわけだから、俺だって見かけるわけがないとっ,って思ったら、何じゃろって思ったら、ああ、やっぱ佐久間さんだって言って、ずっと、あのー、舞台見て、の時にの、笑い声で分かりましたって言われて、で、笑い声で佐久間さんがいるって気づいたんですよって言って、あのー、ゴッドタンずっと見てましたって言われて、 で、あの、声かけていただいて、ありがたいんだけど、あの、やばくね笑い声で分かるって。あの、すげえ芝居の邪魔じゃね <laughs> 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 芝居の邪魔だなと思って、うわー <laughs> と思って、<laughs> 俺ギラギラ笑ってたから、これめちゃくちゃ絶対、 そういうもう、俺、ラジオの笑い方になっちゃってたんだと思って。芝居を長く見てなくて、ラジオばっかり毎週やってたから、さすがに芝居を見てる時の笑い声は違ったはずなのに、いつの間にかラジオの笑い声になってたのよ。この。で、多分、一発で分かられちゃったみたいで、で、恥ずかしくなっちゃって。で、あのー、ゴッドタウンずっと見てますって言われたから、ありがたかったから、ありがとうございますって言おうと思ったんだけど、先にその恥ずかしい気持ちが出ちゃって、はいっ、つって、 そのまま走って逃げちゃった。<laughs> だから、その声かけてくれる人にも悪いっていう状態であまりに恥ずかしくて。だから、それあの、ここでちょっと言い訳をさせてほしいっていうね、半笑いみたいな態度で走っていなくなっちゃったっていうことがあったんだけど、これ気をつけねえとな、ラジオ笑いが、まあ、面白いけどは面白いほど、こないださんにもやれたんだよね。来てると思ったって。で、来てると思った謎がやっと解けたよ。来てると思ったの謎って、 俺は勝手にスケジュール上この日に来ると思ってたんだけど違うね。多分、ネタやってて笑い声で気づいたんだよ、多分。来てると思ったの理由が。やばくない <laughs> 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 やばいですよね。そしたら改めようっていう風に思ったのが一個と、あとね、えっ、ー、と、先週土曜日、その前日に NHK の番組の収録あったんですよ。 あのー、7月の16ぐらいに放送するのかなコンテンツラバーズっていう、えー、実験番組、NHK その時期に、なんか、結構、パイロット番組というか、あの、レギュラーになるかもなみたいな特番いろいろ仕掛ける時期らしくって、それで、その番組は、コンテンツを好きな人が集まって、好きな、あの、番組とか映画とかについて自由に語る番組ですって言われて、最初、共演者決まってない状態でオファーされて、なんでかというと、それ、毎年1年に1回出てるテレビ放弾、 か新しいいテレビっっててう番組がああるるるのよあのよ NHK でややや正月にやってるやつそのスタッフが作ってるから、知ってるスタッフだったから、あ行きます行きます。もちろんもちろん。それ好き。って言って、後で共演者が聞いたら、たよさん共演者決まりましたと。えっ、ー、と、神田白山先生と松本まりかさんですって言われて。で、あとは NHK のアナウンサーの杉浦さんですって言って。神田白山、松本まりか、俺の3人でトークするって、もうちょっと。 民放でもなかなかないクレイジーな番組じゃない <laughs> で、その3人でトークするって言われて、どういうトーク番組なんだろうなって思いながら、当日、あのー、NHK かなと思ったら収録場所が、あ、違いますって言って、結構、あの、力入れてる番組なんで、すごい、結構いいハウススタジオで撮りますって言われて、お台場の先の方にある、ちょっとご豪邸まで行かないけど、そういういいオタクなんで、ハウススタジオですって言われて、おお、な、そうなんですねって言われて、当日、 行ったわけ、電車乗って、タクシー乗って。駅から結構離れてるからう。で、そこに着いて、で、豪邸みたいなところで、あの、もう一回はみんな、そう、リビング行ったりとかは、そこで撮るから、セッティングしてて、めちゃくちゃ映画みたいに、クレーンとか、すげえいいカメラが、俺、俺が見てもわかる、テレビのカメラとしては相当イーブルなやつが、七八カメあって、うわ、これすげえ力入ってんなと思って、で、サ藤さん楽屋上ですって言って。 で、ハウススタジオだから楽屋の、すいません、ちょっとリビングっていうかあの、あの、寝室みたいなとこが楽屋なんですけど、って言われて。で、入ってったら、佐久間、神田白山って書いてあって、あの、俺、白山先生と楽屋が一緒だったのよ。<laughs> で、入って、そしたら白山さん行って、で、俺と白山さんの二人で、あの、そ、ソファー一個しかねえの。<laughs> あの、いくつか椅子があんだったらわかんだけど、ソファー一個しかないんだよ。な <laughs> んで ソファ1個しかない場所に、俺とハグダンさん入って、で、逆にハグダンさんも気使って立っててくれて、俺のが年上だから、ね、6つか7つぐらいで、いや、座ってくださいって言ったんだけど、いや、佐川さん座ってくださいって言って座って、で、俺とハグダンさん2人で、ただ楽屋で、でいて、これは気まずいなと思って、で、気まずいなと思ってたんだけど、そのぐらいから、 あれ俺、このハウススタジオ来たことあるぞ、と思って。え、でもなんだろう思い出せないって、最初思って。なんで俺、記憶に蓋してんだろうと思って。こんな立派なハウススタジオだったら来たことあるな、と思って。なんで俺、来るまで気づかなかったんだろうと思って。なんで記憶に蓋してんだろうと思って、一回外に出て、その、リビングみたいなとこ見て、あれこれ、ロケやった記憶あるな。どこだった、なんだったっけなと思って。その時、パッと浮かんで、あ、そうだ、あれだ、と思って。で、そしたら白山さんが、え、どんどんどうしたんですかって言って あの、もう我慢できずに言っちゃったんだけど、俺ここロケで来たことあるんですよ、つって。えー、何ですかつってっ。俺、清水文香とここでロケ、ドラマ撮りましたわ。<laughs> うん、清水文香時代の清水文香と。<laughs> っていうのを知ったら、ハグさんさんも、ああ、<laughs> 俺も、そうだよな、っていう。あの、だから俺心で、その、蓋ってか忘れてたんだよ、ずっと。ああその、 ドラマやっててシックスってコントドラマの中で、清水さんと、あと、えー、中島さっきさんっていう一人、不助子の漫画家が、売れて、売れて豪邸に住むっていう、で、ハギさんと絡むっていうシーンで、そこのドラマで撮ったんだなぁと思って、シックスそうだわーっていう風に、あの、白山さんも別にリアクションが取れない話をして。<laughs> <laughs> で、ね、その後ね、まあ、 えー、メイクですって言われて、おじさんのメイクだから別にそんな時間かかんないわけ。で、普通にちょっとだけしてもらって、で、そのまま座ってたら、いつの間にか白山さんが、あの、着替えて、T シャツとかから着替えてあの和服の高段の格好になって、あ、こっちで出るんだと思って。そしてやっぱさ、すげえかっこいいんだよ。あの人さ、実はさ、男前だよね。めちゃくちゃ。で、メガネ外してあの高段の格好するとさ、すんげえスターみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいなと思って、見てたら、 その後ろから、あの、出番の前の松本まりかさんがご挨拶に来てくれたのね。そしたらもうさ、この、黄色のすごい素敵なドレスとワンピースってかわかんないけど、そういう格好で現れた。もう、でも今、春中の旬の女優さんじゃん。で、松本まりかさんね、春中の春中の、もう、女優さんが、ワンピース、綺麗な衣装で現れて、で神田白山さんが、講談の格好で現れて、でも、そのままスタジオの方に、1階のリビングの方に向かっていくときに、AD が、 AD 多分 AD さんだと思うんだけど、何回も俺の前に立って挙動不審な感じだからその、菊田の、みたいな感じで、話しかけようかな、みたいな感じでいるんだけど、<laughs> なんだろうな、と思って、どうしたんだろうな、と思ってあのー、みたいなで、俺、最初気づかなかったの。そしたら、プロデューサーの方が気づいたんだろうね。佐久間さんはこの衣装のまま出るんだよって言われた。うん。 俺だけね、AD が多分、こいつ私服のまま来て、その格好のままだからまだ着替えねえな、こいつと思って、何回もちょっと時間ですよって感じで、こう、なんか、あの <laughs>、で、なんか春秋してんだけど、プロデューサーが先に行くとあ、佐久間さんこのまま、このまま出るからっていう <laughs>、史上初じゃないやっぱ NHK のプライムって22時代の番組に、普通にユニクロとザラの組み合わせで、あの、来て、で、そのまま出て <laughs>、来たまま出て、そのまま帰るの <laughs>。 いや、もうだからさ、<laughs> 俺もそんな豪邸の、そんなすごいやつだと思わなかったから、からもバチって決めた二人の中に一人だけね、まあいるよ。あの、ファストファッションの俺が。で、ファストファッションの俺が座って、座って、あのー、時に気づいたんだけど、まあその映画みたいなルックでカメラね、下半端目あって。で、これ、杉浦アナウンサーは振るだけだから、まあ進行ってか、 あその、アナウンサーさんとして入ってるだけじゃなくて、トコンテザンズもすんだけど、で、松本まりかさんで、白山さんで、俺じゃない、これどう、え、どういうトーク展開になるんだろうな、と思って、カンペとかも出ないらしいから、と思ったら、あの、白山さんさ、あのー、さすがにまずいと思ったんだろうね。俺ね、初めて見たよ、あんなに。めちゃくちゃ話振って裏回ししてくれる白山さん。<laughs> サ久マさんはどう思いですか松本さんってコンテンツ見たらどう思いますかとかって、ガンガン振ってくれて MC やってくれるのよ。白山さんの良さって、あの段取りとかと関係ない縦横無尽の話と毒舌じゃん。それを全部封印してくれて <laughs>、不安なメンバーだから <laughs>、ガンガンちゃんと進行をやってくれて <laughs>、申し訳ないなと思って、ありがとうございますって思いながら <laughs>。でも、俺も別にさ、あの、 段取りを把握してるわけじゃないから、多分ね、ハグナさん不安に思っ、あれこのメンバー進行するやついねえなと思ったんだろうね。ちゃんと段取りで質問を <laughs> 把握してくれて <laughs>、ガンガン中心で回してくれたんだよね <laughs>。っていう、それで、結局にじ、どこ使われるかわかんないんだけど、2時間半回したの。30分番組だよ。だから、本当にどこもが使われるか全くわかんないし、NHK ってすっげえ回すなと思いながら、も、ま、う、あ、終わったのよ。で、終わった後、 あのー、楽屋にあるお弁当があったから、それ持って帰ろうかなと思ったの食べてなかったから、そしたら、さん、外でカレー持って帰ってくださいって。外でカレーと思ったら、あの、ハウススタジオの外に、あのー、すげえなんかいいカレー屋のケータリングカーみたいなのがあって、このスープカレー絶品なんだよっつって。なんか忘れちゃったけど、溝の口のどっかから来ました。下丸子だっけな、なんか来ましたとかで。 すげえな、NHK とね。聞いたことないよ、テレビ東京じゃと思って。で、そのカレーを持って帰って、家で食べたら、まあこれ質問してみ単純に、めちゃくちゃうまかったっていうだけなんでこれはめちゃくちゃうまかったっていうだけの話なんだけど、あ、そっちもね、だからコンテンツラバーズも、あの、ぜひ見てほしいなと思います。佐久間です。ではメールを紹介していきましょう。え愛知県、ラジオネーム、トーラスゴールド。 漫画ですが、漫画大賞2021の1位だった早々のフリーレイがとても面白いです。普通は勇者パーティーが魔王を倒すところを作品にすると思うのですが、この作品はその後のストーリーがメインです。適度に面白い要素も入れつつ、全体に落ち着いた雰囲気で読んでて心地がいいです。あー、これはね、僕も読みました。持ってます。めちゃくちゃ面白い。これにいいんだよ、本当に。この、トーラスゴールドさんが書いてる通り、勇者が死ぬところから始まるんだよね。 あのー、死ぬところというか勇者が魔王を倒した後の、その何年後とかから始まって、だから、なんか何つったらいいんだろう。勇者と旅してた時代の思い出を抱えながら旅していく、あのー、魔女、かな魔法使いか。の、あのー、パーティーの話で、泣けんだよね。そんなは激しいアクションとかじゃないんだけど、すごく、あのー、グッドとーるシーンがたくさんあって、これも俺もおすすめですね。 えー、島根県ラジオネーム、コッペピンポンパン。僕は生ジョッキ缶が上半期話題になったなと思います。あー、あれか。発売して2日で生産が追いつくな、追いつかなくなるほど爆売れして、スーパーやコンビニでは購入制限が設けられました。フリマサイトでも売られていたそうです。あー、なんだったっけあれって、本当簡単なようでめちゃくちゃいい技術が使われてんだよね。パコって開けた、昔の缶だったら、そのままいけないじゃん。怪我しちゃうから。パコって外してんのに、 口当たりがいい状態の缶の状態になる技術がすごいって言ってたな。町工場とかの技術じゃなかったっけとかって言ってた。俺はまだあれ飲んだことないわ。ちょっと飲んでみたいな。もう売ってないのかなえー、引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。佐久間アットマークオールナイトニッポンドットコムです。えー、テレビプロデューサーの佐久間です。この時間は佐久間のブのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。えっ、ー、とですね。ファブル殺さない殺し屋は、 え、前作があったんだけど、前作を見なくても大体わかる。設定だけわかれば見れるし、前作よりはるかに面白いですね。あのね、とにかくね、冒頭と後半のアクションがとんでもないのよ。で、ファイトコーディネーターが岡田さんがやってんだけど、もうそれだけでチケット代もら、いいぐらいっていう、すげえアクションやってんだけど、日本って、カーチェイスとかできないわけ。動向を厳しくて。それを抜けるための策なのか、立体駐車場を借り切って、 立体駐車場の中でやってんのよ。車、ぐ、ぐ、ぐり、のアクションを冒頭に。それが、あの、ぬ、抜け穴というか、ちゃんと許可取れてね。で、で、あともう一個は、あの、団地の、あの、改修工事の、あるじゃん。あの、足場。あんなからアクションしてんだけど、それがすごいからね。っていうのもすごいし、あとね、原作と同じぐらいすごい良かったけど、平手さんも素晴らしかったですよ。 うん。平手さんの演技も素晴らしかったんで、ぜひ見てみてください。えー、見め来てます。ラジオネーム玉なしちょきちょき。僕が上半期面白かったエンタメは、エマストーン主演のクルーエラです。あー、あのヴィランのやつだ。見てねえや。これまでのヴィラン映画は悪のカリスマに人間性を持たせすぎたなと思っていたのですが、クルーエラは悪になるプロセスが一瞬で、展開も早くてとても痛快でした。ディズニーのエンタメ作品としてめちゃくちゃ面白かったです。えー、見てみよう。 確かにね、ちょっとトレンドとして悪,悪役描いてた時に、ちょっとその悪に落ちるまで、ダークナイトから始まったのかもしんないけど、なんかそういう、なんか悪役の心情を描くの多かったもんね。まあ、ジョーカーもあったしね。それがクルエラは、あの、単純に悪のなんか、ポップなところを出してんだ。それはちょっと見たいね。うん、いいじゃないですか。えー、ラジオネーム、コッペピンポンパン。上半期話題になったことですが、携帯会社の新料金プランスああ、そうだわ。 どこの会社も月額利用料3000円ぐらいで格安,プラン格安プランを用意しましたが、手続きがめんどくさい印象があればそれはお前の問題だろ。<laughs> <laughs> いや、でも結構あれだって言ってたよ。みんな変えて、だから本当劇的すぎて、携帯電話会社の収益落ちちゃって言ったからね。だから、本当劇的だよね。っていうか俺らの疑問だったのは、え、もうちょっと段階的に安くなるんじゃねえだっていうあの。<laughs> こんな劇的に安くなっていいのっていうのがね、不思議だったんだよなけ、ね、心配じゃない逆に。<laughs> と思ったんだけどね。うん。続きまして、えー、ラジオネームインドカレー。上半期印象に残っているエンタメは大学です。昨年入学したもののコロナで1年間大学に通えず、今年の4月になってようやく初めて大学に行くことができました。ああ、そうなのか。 キャンパスは綺麗だし、図書館は本とかいっぱいあるし、あれマジでいい縁止めてるさ。<laughs> そうか、一年ぶりに、は、だからもう、待った期間が長いからね。なおすぐ緊急事態宣言が出たため、5回ぐらい行って、今オンラインです。ああ、なるほど。辛いなそっかそっか、これでオリンピックあったらさらにもうね、その期間もだってもう大学も結構、休みが早、早まるとかって聞くしね。ああ、そりゃ大変だな。 えー、佐久間信之です。では、メールを紹介していきましょう。えー、ラジオネーム、藤原元おすまぶら戦。0働く車3ですが、他にも、リリーフカーや、化学消防車、森林パトロールカーなど、マニアックな車に混じって、昼でも夜でもどこへでも、はい、タクシーと、急にタクシーが出てきます。<laughs> 子供心ながらに、むしろ、今まで出てなかったのか、という気持ちになりました。確かにね。<laughs> すげえな、リリーフカーとタクシーが並列なんだ。へえ、面白いなえー、続きまして、東京都ラジオネーム、おはよう金曜日。僕が上半期印象的だったエンタメといえば、1月のパーマン大佐の離婚です。<laughs> 今思い出したわ。 半年でスピード離婚をしたのもそうですが、離婚した理由が妻に好きな人ができたからそうだったっていう理由だったのも、とてもかわいそうだなと思いました。<laughs> はっきり言われたんだね。すごいなぁ。でも妻に好きな人ができたるっていう理由だったら逆に、このぐらい早い方がいいんじゃないかって気もするけどね。なんかね、長くなって、もうお互い空気みたいな存在になってから好きな人ができるって言われるの辛いもんなパーマーさん頑張ってほしいな えー、え続きまして、えー、石川県ラジオネームもちもちなかずま。やはり僕は神奈川県で脱走した西ケビを捕まえた際の職員さんのグッドサインが上半で一番印象的でした。<laughs> <laughs> ああ、どうだったっけこれ西ケビのやつって専門家がかっこよかったんだよね。 知らないあれ違うかな俺の記憶が間違ってなければ、西警備が逃げたって言ったけど、専門家が、いや、あの、近くにいるって言ったんだよね。全部の情報から、そんな遠くに捜査員を出しても意味ないです。近くにいます。って言ったら屋根裏にいたんだよね。<laughs> <laughs> だから何でも専門家ってやっぱすげえなっていう風に思ったな。あ <laughs> その専門家がかっこよかった印象があるけどな。えー、続きまして、ラジオネーム、チーズ。フォントに恋してるでは 生徒会長のメイリオが <laughs> あ<ー>。ああ<ー>、名利用生徒会長だな。朝礼で生徒たちに恋愛禁止を言い渡す第1話から始まると思います。<laughs> いいね。いいんじゃないで、あの、やっぱ、総英格ゴシックあたりが、あの、反乱起こすでしょ尖 <laughs> ってっから、やっぱり <laughs>。ああ、いいね。であ、なんだろうな。ぜ、なんだったっけな。ウィンクスとかだったっけな。テレビの、 コメントフォローとかですかの tt, w i n k だったかなその z10 とかよく使うんだけど、ゴッドタンとかそ、そっちだったのか今変わってるかもしんないけど。だ、今、名利用に対してやっぱみんな、あの、思うところあるんだろうね、やっぱりね。威圧的だから、明瞭用は。<laughs> <laughs> 面白いな、本当に恋してる。<laughs> いいんじゃないでしょうか。 佐久間信之のオールナイト日本ゼロそろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。えー、下半期になりまして、こっからあっという間だね。うん、でも、えー、まあもちろんコロナの感染状況は、ちょっと増えてるのもあるから、あのー、油断はできないが、えー、まあワクチンも打ち始めてるし、まあだからそういう意味で言うと、 わかんないけどね。来年っていうか、この下半期は、エンターテインメント、ライブエンターテインメントとか、徐々に復活できるといいよね。だって、クリーピーとかも全国ツアーとか始まるんでしょで、乃木坂もそうだっていうふうに言ってたもんね。2年ぶりとかみんな言ってるもんね。みんなぜひね、行ってほしい。なんか、無事に開催できたら、欲しいなって気持ちがすげえあるな。えー、メール、来てます。えー、ラジオネーム、ひずみん昨日、ラッパーのケンさ390さんのラジオで、佐久間さんの話題が出てびっくりしました。ええー ケンさん実はこの番組結構聞かれてるらしい。マジではははノブコブの回も楽しかったし、ゴッドタウンも好きとおっしゃってました。あ、だから、俺たちがここで3901族とか言っても、喜んでいただけてたんだ。あ,あ、もともと番組聞いてくださったり番組見てんのね。 よかった。俺、マジでね、本当にあのサインに救われてるからね、650冊、本当にかけたのは、本当、3901族だからだからね。<laughs> <laughs> ありがたいわ。嬉しいな。あのね、えっと、今週、明日か。明日、俺今、スマッシュでハライチの闇ってやってるんだけど、えっと、新シリーズの企画に明日配信するのをやるんだけど、 ギャルと漫才やるギャルマン選手権ってやるんだけど、明日のやつですげえ絶対見てほしいの。岩井がね、ハライチのノリボケの漫才を全部ギャルに、ギャルにやらしてんだけど、ネタ書いて。で、ギャルと合わせてやってんだけど、めちゃくちゃいいギャルを岩井が引き当てちゃって、あの、ギャルとやる漫才のレベルじゃない、すげえいい漫才が出来上がってて。<laughs> <laughs> で、その、その後に出てくる小宮とやるギャルが緊張する、して、なかなか出てこないっていうぐらい、その岩井と組んだギャルの漫才がね、素晴らしいんですよ。なんか岩井が本当に、なんか、ネタ合わせっていうかネタ作りをした時に、ギャルのアイディアがいいから、あの岩井がだよ、採用してんだから。これはね、あの子の、 いや、アイディアですとかつって、<laughs> あんなに沢部に厳しい祝いが、ギャルのアイディアを採用してギャル漫才作ってるっていうのがあって、それすごい面白いんでね、ぜひ見てほしいな、なんていうふうに思うのと、あと、そあの、白山さんと松本まりかさんとやった番組もそうだけど、 今週来週あたりで別件で報告できる企画仕事もいくつかあるんで、来週あたりにね、結構しっかり報告できるかななんていうふうに思うんで、そちらの新しい番組等も、どんどん下半期、僕なんか新しい番組とかやっていくんで、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。やろうども、港に別れを告げろ、要素のテレビプロデューサーの佐久間信之でした。